上手 UG AI ML 支部の第16回勉強会をですね、開催させていただきたいと思います。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日もですね、コンパスから非常に多くの方にご参加いただいております。ご参加いただきましてありがとうございます。はい、まずは簡単に自己紹介をさせていただきます。上手 UG AI ML 支部の運営メンバーとして活動しております深井と申します。業務では金融系のお客様向けにインフラエンジニアとして従事してございます。主に AWS を利用する案件の提案支援や技術支援、クラウド人材の育成などを行っております。またこれまでの取り組みによって今年度より AWS コミュニティビルダーに認定され、より機械学習に関する知見をですね、深めていきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、上手 UG の勉強会へご参加いただくにあたりまして、ルールとマナーについてご紹介させていただきます。まずはルールからです。このようなオンライン開催の勉強会となりますので、ご参加いただいている方がどのような方なのかが見えづらい状況ですが、お互い配慮を持ってですね、配慮を忘れないようにお願いしたいなと考えてございます。まずはルールとして2点ですね、関係者の人種性別、性的指向、身体的特徴、見た目、政治、宗教などに関わる表現はいかなる場合も適切ではございません。上手 UG はノーセル、ノージョブです。イベントの趣旨と関係のない宣伝行為、採用活動、ネットワーキングのみを目的としたご参加は、ご遠慮いただいてございます。ルールに違反する方はですね、参加をお断りする場合がございますので、ご注意ください。はい、続きまして、マナーについてです。今回の勉強会へご参加いただくにあたりまして、Twitter、LinkedIn などでですね、盛り上げていただきましてありがとうございます。皆様のクリエイティブで、前向きな発言がイベントをより楽しく、いいものにしてまいります。発表者や質問者に対して疑問や意見がある場合はですね、ネガティブな発言ではなくてポジティブな発言を心がけていただきたいと考えております。すべてのイベントは有志のボランティアによって非営利目的にて運営され、いつでも皆様の手助けを必要としております。お気づきの点などがございましたら、ぜひご協力をお願いしたいと考えております。また私たちはコミュニティへの貢献を通じて社会からの信頼を得ることが、より良いビジネスにつながり、より自分らしい働き方を見つける手段になると信じております。AWS のユーザーグループは、日本中、世界中に存在し、皆様のご参加をお待ちしております。ぜひ、コミュニティを通じて、世界中の仲間とつながり合っていただけたらなと考えております。はい、上手 UG のご紹介でございます。AWS が提供するクラウドコンピューティングを利用する人々の集まり、コミュニティ活動です。一人ではできない学びや交流を目的として、ボランティアによる勉強会の開催や、交流イベントなどを行っております。私たちは日本全国に支部の形で、グループを持ち、それぞれのテーマに基づいて、活動を行っております。このコミュニティは非営利目的で、活動しております。
AI ML 支部のご紹介です。AI ML 支部とはですね、AWS AI ML サービスをテーマに活動する目的別の上手 UG となっております。こちらのコンパスにですね、コミュニティサイトございますので、ぜひご参加いただきたいと考えております。参加条件に関しましては、AWS AI ML サービスにですね、興味をお持ちの方であれば、どなたでも構いませんので、ぜひご参加ください。活動としてはですね、こういった AWS AI ML サービスに関する勉強会や、事例のご紹介などをですね、させていただいております。運営メンバーや、このような勉強会でご登壇いただける方をですね、随時募集しておりますので、ご連絡いただきたいなと考えてございます。はい、本日のタイムテーブルです。このオープニングの後ですね、AWS 様から、Generative AI on AWS と題しましてご登壇いただきます。その後はですね、3本ライトニングトークございまして、AWS ヒーロー上手 UG 横浜支部の吉田さんからですね、政治メーカーでもオートマティック1111したいと題しましてご登壇いただきます。続きまして、井上さんの方からですね、AWS リコグニッションの使用例、オートバイの画像判別と、題しましてご登壇いただきます。で最後に私の方からですね、Amazon Lex を用いた、チャットボットの構築と題して、ご紹介させていただきまして、最後にクロージングをさせていただきます。はい。はい。本日の勉強会の質問に関しましては、スライドからですね、随時受け付けております。画面右上の QR コード、もしくはですね、ハッシュタグ AIML16 で受け付けておりますので、ご質問ある方はですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、勉強会の最後にですね、アンケートへのご協力をお願いしております。有志ボランティアで活動している運営メンバーや、登壇者のモチベーションにもつながります。気兼ねなく率直なご感想やご意見をですね、いただきたいなと考えております。よろしくお願いいたします。アウトプットしましょうというところですが、アウトプットは最も効果的な勉強法の一つと考えております。本日の勉強会を通した気づきや学びをですね、シェアいただくことで、共通の財産にもなります。ツイッター等でですね、ハッシュタグ、上手 UG、アンダーバー AI ML と、つけていただきまして、情報発信ですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい。AI ML 支部ではですね、運営メンバー、勉強会の登壇者を随時募集しております。AI ML サービスにご興味がある方はですね、ぜひ、ご登壇いただきたいと思っております。皆様からのご連絡をですね、お待ちしております。はい。それではですね、オープニングは以上でございます。本日の勉強会ですね、楽しんでまいりましょう。それでは、またはですね、AWS 様から、Generative AI on AWS についてご紹介いただきたいと思いますが、ご準備状況いかがでしょうか。はい、私の方から画面をシェアして返させていただきます。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。はい。画面見えてますでしょうか。はい、見えております。はい、ありがとうございます。では、AWS からはですね、本日3名のスピーカーで参加させていただいております。最初、私、宇都宮の方からですね、たくさんの方々に、お集まりいただき、誠にありがとうございます。先日、AWS では生成系の AI サービスを、リリースさせていただいたばかりでして、そちら、非常に多くの方々に関心を持っていただいたということで、まず私の方からですね、新しく、リリースさせていただいたサービスをはじめ、AWS で使える Generative AI、生成系 AI についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい。最初に簡単に自己紹介をさせてください。私は AWS で、機械学習、それから量子コンピューティング領域の技術をソリューションアーキテクトとして担当しております。2018年に AWS にジョインして、もうすぐ5年になります。で、バックグラウンドとして、機械学習を使った自動運転開発ですとか、量子コンピューティングの研究領域を、主に、携わっておりました。ということで、好きな、AWS サービスは、Amazon 政治メーカー、本日お話にも出てきますが、機械学習の統合開発プラットフォームと、それから、量子コンピューティングの、マネージドサービス、Amazon ブラケットです。
よろしくお願いします。それからのステーブルディフュージョンのファインチューニングに関しましては、こちらでブログも出ておりますので、まあ、この手順に従うと、例えば、まあ、こういった、ご自身のワンちゃんを、ファインチューンで、モデルに入れてというのが、少ない画像セットでできますよと、まあ、オーバーフィットしないためにはどうすればいいですよというようなガイドも出ていて、たりしますので、ぜひ見ていただければと思います。私のセッションは以上になります。引き続き AWS の常用よりお話いただきます。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。はい、承知いたしました。今スライドの方をシェアいたします。スライドの方見えておりますでしょうか。私から、すみません。ちょっと反応がわからないですが、見えてますよね。以上です。はい。そうしましたら、私の方から、大規模言語モデル、AWS カスタムチップによるコストパフォーマンス最適化ということで、発表させていただきます。まず最初に私の自己紹介させていただきます。私、AWS のトコヨと申します。アンナプルナラボという部隊に所属しております。アンナプルナラボは AWS 内の半導体のチップの開発部門でして、グラビトン、アームプロセッサーでしたり、本日お話しさせていただく機械学習、深層学習向けの、チップ、関連するハードウェア、ソフトウェアの開発を行っている部隊でございます。で、本日お話しする内容といたしましては、ちょうど先週ですが、一般提供を開始いたしましたAmazon EC2 インスタンス、TRN1N インスタンス、および、インフ2インスタンスについて、どちらかというとインフラ側からの視点でご紹介させていただきます。はい。まず、ちょっと導入になりますが、本日ご参加いただいている方々、おそらく昨今の機械学習モデルの進化について高い関心をお持ちのことだと思います。こちらのグラフが示しますように、モデルのサイズというのは驚異的なペースで増加しております。で、ちょっとよく知られたバートモデルから GPT-3 モデルの進化というところをピックアップしてみますと、単純計算で500倍のメモリ容量が必要という計算となります。で、このようなモデルの進化のスピードにはハードウェアの進化というのはなかなか追いつくことができないというのが現状でございます。で、結論といたしまして、モデルの進化とともに、この増大するインフラコストをいかに抑えるかというのが非常に重要なテーマとなってまいります。そこで AWS ではチップレベルから開発を行うということで、よりコストパフォーマンスの高いインフラを提供するという活動を始めました。最初に開発を行ったのは、推論に特化した AWS インフェレンシアというチップです。で、実は今日、ここに実チップを持ってきております。こちらのチップ、今週木曜日、金曜日でに開催される、AWS サミット東京の方で、実際の展示もしておりますので、お近くで見たい方は、ぜひ、幕張になりますが、お立ち寄りいただければと思います。で、こちらのインフェレンシアチップを搭載したインフランインスタンス、2019年ローンチになりますので、かれこれ3年以上経っております。24リージョンで利用可能で、さまざまなお客様で、ご活用いただいております。で、第2世代となるチップ、AWS トレーニアム、こちらはトレーニングにも対応したチップになります。こちらも、お持ちしております。先ほどのものに比べて少しちょっと大きい、いかつい感じのチップになっていることが見えるかなと思います。はい。で、こちらのトレーニアムを搭載したインスタンスが TRN1 インスタンスということで、昨年10月に一般提供を開始いたしました。で、3つ目のチップが推論にまた戻るんですけども、推論向けの第2世代のチップということで、インフレンシア2というチップとなります。で、こちらの AWS インフレンシア2を搭載したインスタンスがインフ2となりまして、こちらは昨年12月からプレビュー開始させていただいております。で、この度ということになるんですが、ちょうど先週のこととなります。まず学習の方、トレーニアムの方、ネットワーク帯域を倍増した TRN1N インスタンスを一般提供開始いたしました。また右側、インフレンシア2、これまでプレビュー扱いだったんですけども、
先週から一般提供を開始させていただいております。で、ちょっと本題に入る前に、初代の推論チップ、インフェレンシャを搭載したインフワンインスタンスについて軽くご紹介してまいります。こちらのインフワンインスタンス、機械学習の推論を高性能かつ最も低価格で実行するためのインスタンスということで、同等レベルの GPU インスタンスと比較しまして、最大 2.3 倍のスループットの向上、推論処理あたり最大 70% の低価格を実現したインスタンスとなります。東京を含む24リージョンで利用可能となっております。すでにローンチしてから3年以上経過しておりますので、国内外さまざまなお客様でご活用いただいております。で、ちょっと一社ピックアップしてお話し差し上げますと、これ弊社の AWS のブログにも載っているんですが、バイダンス様、こちらでインフワンインスタンスをご活用いただいております。バイダンスさんというとちょっと聞き慣れないかもしれませんが、TikTok を運営している会社というと皆さんご存知のことかと思います。20億人のアクティブユーザーに対してサービスを提供するという中で、インフラインスタンス、AWS インフレンシャチップをご活用いただいて、コスト削減、最大で 60% の削減を実現していただいております。で、このようなインフラの活用事例は、AWS のお客様に限らず、Amazon、AWS の、うちうちの、サービスの中の、インフラとしても活用いただいて、活用しております。Amazon Alexa、プライムビデオ、それから Amazon Search、Amazon Robotics、それぞれ GPU からインフワンインスタンスに移行していただくことで、コスト、パフォーマンスを良いものを提供しております。で、ここからちょっと本日の本題に入っていきます。TR ヌマンインスタンス、こちら第2世代のチップ、機械学習のトレーニングに対応したインスタンスになります。で、こちらの同等の GPU インスタンスと比較し、最大 50% の低価格を実現ということで、機械学習のモデルが大規模化している中で、よりコストパフォーマンスを求めるというところでご利用いただけるものとなっております。で、先ほどの初代のインフェレンシャと異なりまして、やはり非常にこうチップ自身パワフルなものになっております。で、メモリとしましては512GB の HBM という高帯域なメモリを積んでございます。それからネットワーク、これはインスタンスの外に出る口ですけども、TRN1 インスタンスでは 800GBps。で、今回ローンチいたしました TRN1Nインスタンスではその倍となる 1600GBps に対応してございます。で、このような AWS トレーニオを搭載したインスタンスを使うことで、性能的にコスト的にどうかという一例を示しております。こちらはモデルの中でバートラージモデルを使った場合の結果を GPU クラスターと TRN1 クラスターで比較したものになります。トレーニング時間 2.3 倍、それからなかなかAWS のお客様が直接こう目にすることはないとは思いますが、電力的なところも半分、コストも 72% カットということで非常にコスパの高いインスタンスとなっております。で、ここでちょっと少し話が脱線するかもしれませんが、なぜネットワークをこう倍増する必要があるのかというところを簡単に触れたいと思います。で、モデルが大規模化していきますと、そのモデルを分割して複数のノードに割り当てるという処理が必要になります。いわゆる分散学習というものです。で、この場合、各ノードでの演算の能力というのはもちろん大事なんですが、そのノード間でいかにこう効率的に高速に通信を行うかというところが、このトータルでのエンドトゥエンドでのトレーニング時間を決める肝となる部分でございます。で、TRN1 インスタンスでは、今、TR1N で対応したネットワークの帯域が倍増になるというところもございますし、あとはそのネットワークトポリジー的にも工夫がされておりまして、インスタンス内部ではニューロンリンクと呼ばれる高速インターコネクトで接続し、インスタンス間、サーバー間では先ほど申しました800ギガ、もしくは1600ギガという
交代機のネットワークで接続し、それぞれがパラレルで2つのリングで持って、情報交換できるような仕組みとなってございます。このあたりが大規模モデルを学習する上での、その性能コストを追い求める際に非常にこう重要なポイントということでございます。で、一社の日本国内のお客様、紹介させていただきたいと思います。私は様でございますけども、私は様では、TRN1 の 32X ラージをお使いいただいて、トレーニングのテンサー並列、データ並列、それぞれ活用していただいて、結果的に33%コスト削減をいただいたというコメントをいただいてございます。で、次に、インフツインスタンスに移ります。こちらは先日、ローンチしました推論向けの第2世代の、チップ及びインスタンスとなります。で、アーキテクチャ的には、どちらかというとトレーニアムに近いアーキテクチャになっておりまして、インフワンと比較して、最大4倍のスループット、10分の1の低廉停止、などなど、非常にこう強力なチップ及びインスタンスとなってございます。で、と同時に、コストも非常にこう頑張っているところでおりまして、インフツ X ラージ1つのチップを載せたものでは、1ドルを切るような、1時間あたり1ドルを切るような価格設定となってございます。で、こちらもバートの例、ちょっとお見せすると、同じワークロードに対応するにあたって、半分のインスタンス数でカバーできますよと。で、それに伴い、電力的にも半分になります。コストは65%カットできますというような結果、こちらはバートラージの例になります。で、インフ2の特徴的なところは、モデルが大規模化していった際の大規模モデルも、こう同一インスタンス上にデプロイできるというところでございまして、GPT-3 に相当する175ビリオンパラメータのモデルであっても、1インスタンス上にデプロイできるというところが特徴でもございます。で、こちらちょっと性能比較になるんですけども、30ビリオンのモデルであれば左側になりますが、GPU と比較して性能的にもコスト的にもいいですねと。で、右側、モデルが66ビリオンになりますと、現行の GPU インスタンスですと、アウトオブメモリーで1インスタンスでは対応できないところが、インフ2インスタンスでは対応できますというところを、お示ししております。で、こちら、インフ2でも、活用事例、さまざまございます。で、ちょっとここで、デモの方、お見せしたいと思います。はい。ごめんなさい。デモに移る前にですね、もう一点、紹介させてください。ちょっと今、右側の画面は無視していただいて、左側で、ハギングフェイスと AWS、非常にこう、協力してますよというブログ、こちらは2月に出させていただいたブログでございます。で、今日、実はもう本当に今朝なんですけども、ハギングフェイス様のブログで、今紹介したインフルエンシャー2を検証した結果をブログでアップいただいております。で、こちらですね。ハギングフェイスで、AWS インフルエンシャー2を使ってみましたという内容のブログで、ちょっとポイントだけお見せすると、バートベースと、ビジョントランスフォーマー、それぞれ動かして、ここでどれも AWS のインスタンスですが、G5、INF1、INF2 とそれぞれ評価をして、INF2、レイテンシーこんなに短くなりましたというのを示していただいてございます。はい。で、ちょっとここからクイックにデモの方に移りたいと思います。何度も同じデモをお見せするような感じになっちゃうんですが、私の方でもステーブルディフュージョンのデモをお見せします。ただ、先ほどとの違いは、もう素のインスタンス上に、PyTorch ですとか Jupyter ノートブックをインストールして、ノートブックを走らせてるという、非常にこう、低レイヤーな作り込みのものです。で、今日ご紹介差し上げてるインスタンスっていうのは、モデルをコンパイルする必要がございまして、ちょっと細かいところ説明しませんが、ここでは、ハギグフェイスからモデルをこうダウンロードをしてきて、そこで一回、
ロードしてきたモデルをコンパイルするという手順を踏んでます。で、ここではコンパイルは特にお見せはいたしません。で、最終的な結果のところだけお見せしたいと思うんですけども、こちらで実際に画像を出す、出力しているところですが、右側の画面、こちらがインスタンスの中のそのニューロンコアと呼んでるエンジンが実際に動いている様子をお見せしているもので、上の青いところ NC0、NC1、ちょっと見えないかもしれないですね。こちらのグラフにご注力ください。で、これをちょっと動かしてみますと、右側の画面の上の方、グラフが動いているところ、わかると思います。今、計算終わりました。今、ステップ数が50で試したんですけども、その場合で4秒ほど。で、ステップ数30にしますと、もっと早いですね。はい、3秒ほどで画像が出てきたというところで、ここでちょっと画面をスライドに戻させていただくと、本日のメッセージとしましては、GPU インスタンスと比べて 50% 低コストですよということで、ここで言う低コストというのはイメージ数あたりのコストで比較をすると、半額ぐらいで済みますよというところでございます。はい。で、本日ちょっと短い時間でしたので、チップのアーキテクチャですとか細かいところをご紹介しきれておりません。上手の前々回で TL1インスタンスについて私ご紹介させていただいております。それから2月に開催された AWS イノベートでもこの話させていただいているので、ご興味ある方はぜひご覧いただけると幸いです。で、あとちょっと今週の紹介ですが、今週木曜日金曜日東京サミット開催されます。そこで今日お話したような内容のもう少しこう踏み込んだ内容でのセッションも予定されておりますので、ぜひこちらの方ご興味ある方はご参加いただければと思います。で、最初にお見せした実チップですけども、インフラストラクチャーショーケースというブースございます。こちらで今日お見せしたチップやグラビトン3チップ、ナイトロカードなどなど、普段お目にかかることがないものを展示しておりますので、ぜひご参加いただければと思います。はい、私からは以上となります。森橋さん、はい、お渡しいたします。はい、では画面をいただきます。よいしょ。はい、大丈夫かな。はい。ではですね、3番バッターの音端に変わりまして、まあ、コードウィスパラーの話をしていくんですけど、まずはじめにですね、実はAWS のサービス内でも以前から大規模言語モデルが活用されているという、そういうお話を、させていただければと思います。AWS はですね、Amazon クイックサイトという BI ダッシュボードサービスを提供しているんですけれども、こちらのクイックサイト Q というものではですね、自然言語でクエリをかけて、自動でグラフを作成するということができます。これは2021年に一般公開されています。まあ、例えばですね、英語で去年のカリフォルニアと、ニューヨークの1週間ごとの売り上げを教えてというふうに入力するとですね、自動的にこちらのような時系列のグラフを作ってくれると。まあ、裏側ではですね、自然言語を解釈してグラフを作成する命令に変換しているわけで、まあ、まさに大規模言語モデルの活用の応用例と言えるかなと思います。まあ、こういった技術を培ってきまして、まあ、先日、Amazon コードウィスパラー発表しました。こちら、去年の夏からプレビュー始まっているんですけれども、先週の金曜日に一般公開となっています。Amazon コードウィスパラー、こちら何かというと、いわゆるソースコードの自動生成 AI です。コードウィスパラーは Amazon のコードベースとオープンソースのコード、約数10億行って言われてますけども、まあ、そちらでトレーニングされていまして、皆さんのですね、日々のコーディングのパートナーとなってくれる、OJT の先輩のような AI となっています。おそらくですね、今日の参加者の皆さんは Python 使いの方が多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、VS Code とか PyCharm といった投稿開発環境でコーディングしているときに、ソースコードに書いたコメントと、その周囲のコードの内容をコードウィスパラーが把握して、リアルタイムでコードを生成してくれると。そういったものになっています。例えばですね、コメントに CSV ファイルを解析して、
あるフィールドを取り出してですね、高順にソートするみたいな、そういったコメントを書いたら、そのプロンプトをですね、コードウィスパラーが自動的に受け取って、コメントの内容に沿った適切なコードっていうのを提案してくれます。しかもコードウィスパラーはですね、みんな大好き Python であったり、Java、JavaScript、TypeScript、C シャープといった言語と、その他10種類の言語を幅広くサポートしています。また VS コードであったり、PyCharm や IntelliJ といった JetBrains 系の IDE から拡張機能として利用することができますし、AWS の Lambda のコンソールとか、AWS のクラウド9ではネイティブで利用することができます。動作イメージどういうふうになっているかといいますと、まず VS コードとか IDE でですね、コードウィスパラーをセットアップします。そして IDE の中でですね、コードやコメント書いてあげると、コードウィスパラーが自動的に文脈を分析します。それとですね、自然言語で書かれたコメントっていうのを理解して、リアルタイムで複数のコード候補っていうのを生成してくれます。あとはタブキーを押せばですね、一番上のサジェスト反映できますし、複数のサジェストある場合はですね、上下の矢印のキーで選択していきます。単純にですね、コード生成してくれるだけではなくて、そのサジェストがオープンソース依頼の時にライセンスに問題がないか、10点をチェックすることができます。他にもですね、セキュリティであったり、脆弱性のスキャンができたりと、実務で取り入れていく上で、非常に嬉しい機能が備わっています。で、昨年の夏からはプレビュー公開だったという話しましたが、実はその時ですね、コーディングの生産性を競うコンペティション、実施しています。コードウィスパラー装備した人たちと、丸腰の人たちと比べてですね、タスクの完了率が 27%、コードウィスパラー使った方が高くて、実装時間自体も平均 57% 短縮されたという結果になっています。お客様のリアルな声としましても、アクセンチャー様からですね、Amazon コードウィスパラーを導入したことで、開発コースを 30% 削減できたというフィードバックをいただいています。こちらの詳しい内容はブログにもなってますので、ぜひ AWS ブログを参照してみてください。ではですね、より具体的にイメージするために、コードウィスパラーの実際の画面を見ていきたいと思います。まずですね、コード生成の例なんですけれども、こちらではですね、Java のコードを書いている例を示しています。こちらの緑色のコメントの中で、旧サービスの SQS に送信されたメッセージのボディを DynamoDB のテーブルに保管するラムダの関数を書いてというふうに書いてあげると、その下にですね、灰色で示されている部分のコードっていうのが自動生成されます。まあ、ちょっと文字細かいですけれども、まあ、確かにですね、DynamoDB のクライアントを作ってあげたりだとか、SQS のイベントからメッセージの ID とボディを抽出して、DynamoDB にプットアイテムで記録する、そういったコードが書かれています。まあ、非常にシンプルなコメントからコード生成できててすごいかなというふうに思います。まあ、他にもですね、ここで生成されたソースコードっていうのは、このリポジトリで MIT ライセンスで公開されていましたよ、みたいな、そういった出典の追跡っていうのをしてくれるので、まあ、意図せずライセンス違反してないかとかですね、そういったことをあらかじめチェックすることができるので、まあそういった安心機能もついています。他にもですね、左のようなですね、Run Security Scan といった、こういったボタンをクリックすると、コードの脆弱性をスキャンしてくれます。ここではですね、ロガーにファイルネームを記録するときに、サニタライズ、まあ、つまり無害化されていないので、ログインジェクションの危険がありますよと、まあ、つまりログのエントリーが偽装されるかもしれませんよとか、そういった警告を出してくれています。ではですね、実際にライブデモをお見せして、どういった使用感なのかイメージしていただこうと思います。あと、その前にですね、ちょっと自己紹介だけさせていただくと、私、本橋はですね、Amazon Web Service Japan 合同会社の機械学習パートナーソリューションアーキテクトというのをやっているものです。普段はですね、AWS 上で機械学習関連のソフトウェアであったりだとか、プロダクト開発しているパートナー企業の皆様を中心に技術支援担当しております。右上にあるですね、オライリージャパンから出版されている実践 AWS データサイエンスという本があるんですけども、こちらの翻訳と技術監修させていただいたこともあります。こちらですね、Amazon 製品メーカーを中心としたデータサイエンスプロジェクトの進め方に関して非常に詳細に解説されていますので、ぜひチェックしていただければと思います。はい。では画面切り替えてデモをお見せいたします。よいしょ。はい。今回はですね、こちらのデータ URL、
S3 にデータが置いてありますけども、まあ、こちらにあるですね、ニューヨークの、あの、Uber の乗客の乗り降り履歴をまとめたデータセットっていうのを使っていきます。こちらをですね、StreamLit っていう OSS 使って可視化していきたいと思います。ちなみに、その StreamLit っていうのは、去年ですね、スノーフレークに大体8億ドルとかで買収されたような、まあそういった企業が作っているサービス、ソフトウェアですと。はい。ではまずですね、このストリームリットをインポートしていきたいと思います。まず ST としますと。でですね、ストリームリットはインタラクティブに画面開発できるので、このコードをストリームリットの CLI で実行しておきたいと思います。はい。まあ、そうするとですね、廊下にサーバー立ち上がりまして、よいしょ。まあ、今は何もないので、白紙になっていますけれども、まずはですね、コードに戻ってコメントを入れていきたいと思います。コメントで、まずこのデータ URL にある CSV ファイルを Pandas で読み込みたいと思います。ので、例えばなんですけど、load CSV ファイル in data URL is Pandas と書かれます。という風にすると、やってくれるかな。よいしょ。何かしら出てきましたね。これをタブタブタブで、よいしょ。よいしょ。やっていくと、まあ、こんな感じでですね、どん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 コードが生成されていきますと。で、これ何やってくれてるかというと、ま、いろいろ気遣って単純に読み込む以外のこともやってくれてますけども、まあ、今回はですね、読み込んだ CSV ファイルの、カラム名をですね、小文字にするとか、あと、デートタイムのですね、カラムっていうのを、Pandas の toDataTime 関数メソッドかな、メソッド関数か、関数使って、デートタイム型に変換してくれたりしていますと。まあ、ちょっとカラムがかん、カラム名が、変数内に入ってしまっているので、これちょっと書き換えますね。これはカラム名、ちょっとデートタイムってやつなので、まあ、これで、動くようになりますと。この、データをですね、Pandas のデータフレームとして読み込みたいと思います。まあ、これ、ちょっと自分で書いてみますか。データっていう変数にですね、ロードデータで、まあ、1万行ぐらいですね、読み込んでみますと。まあ、というふうにすると、まあ、今、ファイル保存したんですけども、まあ、そうするとソースファイルが変更されましたよということで、まあ、リランしますと。まあ、そうすると、この CSV のファイルが読み込まれるってそこだけやっています。まあ、ただちょっとなんかこう ST キャッシュっていう、このデコレーターが若干古いぞって言われてるんで、これ直してあります。まあ、正常に読み込めれば、まあ、特に今何も描画しないんで、白紙ですけども、じゃあデータフレームを、表示してみたいと思います。小、例えば小テーブル、コブ、ザデータとかいうふうに入れてあげると、コードがサジェストされまして、まあ、st.write っていう、まあ、関数がありまして、ストリームリットに用意されているんですけども、まあ、そちらにデータフレームを加わせると、こちらに左のようにですね、ローデータを描画ですることができますと。テーブルの形で描画できますと。まあ、それだけだとつまんないんで、こちらをですね、またストリームリットの関数を使ってですね、地図上にデータを表示してみたいと思います。昭和マップ、ちょっとで、英語がすごいかもしれないですけど、ちょっとご了承ください。これはまたタブで保管すると、st.map っていうまた関数で、描画することができまして、どういうことが起きるかっていうと、こんな感じですね。地図上に、それぞれのデータポイントっていうのがポン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 と、サンプル図的にですね、表示されているというような、まあ、そんなことができております。まあ、ストリームリートさんのおかげでもあるんですけども、まあ、基本的に今のところ、コメント書いてるだけですね。で、今回すべてのデータ一遍にこちら地図上に可視化してるんですけども、データをスライスで見たらどうなるかみたいな、そういう分析してみたいと思います。例えばですね、昼の13時のこちらのデータと、夕方17時のデータとか、そういった1時間あたりのスライスで見たいとしまして、で、まずその時間を指定する、スライダーの UI っていうのを、作ってみたいと思います。スライダーの UI を作りたいので、プラス、スライダー、
フィルターデータ、ちょっと英語が合ってるか分かるんですけど、こういうふうに書いて、はい、わかりました。ST スライダーってやつをですね、セットしてくれてます。これをまた保存すると、よいしょ。こちらにスライダーを表示されましたね。幅0から23整数値で、選べるような、そういうスライダーが、表示されました。これ例えば15とかセットするとですね、こちらの HourToFilter っていう変数に対して、15っていう数字が、格納されるというような、まあ、そんな仕組みになっております。じゃあ、この HourToFilter に整数値格納するためのスライダー表示できましたので、この値と時間が同じデータだけをフィルターするということをやりたいと思います。よいしょ。フィルターザーデータフレームバイアワーアンド、で、それで、書いてきたデータフレームを、フィルタードデータみたいな変数に入れたいと思いますと。まあ、そうすると、まあ、こうですね、データのデートカラムっていうところの、アワーですね。このアワー、時間が、このアワートゥフィルターと同じデータだけをフィルターしていくみたいな、そういうこと、そういったコードが書けましたと。はい。じゃあ、この、フィルターしたデータっていうのをですね、最後に地図上に表示してみたいと思います。まあ、昭和、まあ、どこかしますか。オブザ、フィルタードデータとか書くとですね、流れてきました。ありがたいですね。はい。こんな感じですね。これスライダーいじると、例えば3時のデータ。3時だからあんまりこう乗り降りがないんですね。夜中だから。ウーバーの乗り降りがないと。まあもう少しこう昼とかになってくると、まあ、たくさんデータポットが増えてくるみたいな。まあそんなことがですね、まあ、ほぼコメント書いただけでですね、Python でデータセット可視化する UI っていうのを作ることができましたというデモでした。無事動いてすごく安心しております。はい。はい。いかがでしたでしょうか。コードウィスパラー使ってみたいとなったら幸いなんですけれども、僕だけではですね、この魅力を伝えるのに力不足なので、ぜひ皆さんですね、SNS の投稿であったり、ブログの記事っていうのを書いていただければなというふうに思ってます。コードウィスパラー触ってみたとかですね、いい感じのデモを作ってみた。もしくは、あえてですね、今回やらなかったですけど、脆弱性のあるコードを突っ込んでみたなども、まあ何でも。やっていただければなというふうに思います。で、よければですね、ハッシュタグ上手 UGAIML つけてシェアしていただけると、僕から見えるのでとても嬉しいですと。で、参考としてですね、アクロクエストテクノロジー様とか、クラスメソッド様からですね、ブログ出てますので、まあ、こういったところも見ていただいて、まあ、こういういいブログがありますので、ちょっと見ていただければなと思います。で、投稿していただいた方にはですね、豪華な特典としまして、まあ、元橋があなたを意識する券を差し上げますと。まあ、元ネタ知らない方は何のこっちゃって感じかもしれませんが、まあ、ググっていただければと思いますと。まあ、非常に感謝したいですね。まじまじと名前を見たりしますので、よろしくお願いいたします。まあ、なんだったら次回の上手 UG のイベントで、コードウィスパラの賢い使い方的なライトニングトークしていただいたりだとか、まあ、コードウィスパラだけじゃなくて、ステーブルディフュージョンとか使ってみたりとかですね。まあ、そういったことをやっていただくと面白いかなというふうに思います。はい。で、他にもですね、今回のセッションを聞いて AWS の生成系 AI に興味を持っていただいた方々におすすめのイベントありまして、よいしょ。まあ、そう、AWS サミット東京が今週木金4月20と21日にですね、幕張メッセで現地開催されます。これがですね、スペシャルな基調講演セッションありまして、1日目4月20日木曜日の基調講演とスペシャルセッションでは、生成系 AI に広がる機械学習の可能性っていうのをですね、AWS Japan の社長の長崎と技術統括本部長の小瀬が紹介しますので、ぜひご覧ください。で、AIML 関連セッションも膨大にありまして、まあ、参加登録したらマイページからですね、セッション一覧に飛んで左の方に、この機械学習 AI っていうところチェックありますので、こちらチェックいただければフィルターすることができまして、まあ、こういったセッションだったんですけども、AWS のセッションだけではなくて、お客様のリアルな事例のセッションというのもあるので、ぜひご覧いただければなと思います。で、AWS やパートナーの皆様の展示ブースというのもありまして、ディベロッパーラウンジという、まあ、展示ブースの一つに、キノコの山とタケノコの里ですね、SSD モバイルネットのモデルで、物体検知して、レゴのですね、ベルトコンベアで分別するという、非常にこう実生活に、密接に絡んだ
一家に一台欲しいようなデモがですね、展示されていたりしますと。私はキノコ派なんですけども、まあ、ともかくですね、こちら宇都宮の発表にあった Amazon 製品メーカージャンプスタートを活用しまして、機械学習部分開発しています。製品メーカージャンプスタートに興味を持っていただいた方は、ぜひこちらのブースにも足運んでいただければと思います。はい。ではですね、本セッションでは AWS の最新の生成系 AI サービスである Bedrock、あとタイタンモデル、カスタムチップのトレーニアム、インファレンシア、あとコード生成ですね、コードディスパラ紹介しました。ぜひですね、皆さんもすでに触れるサービスは試してみて、まあ、かつこの種目金の AWS サミットにも遊びに来ていただければ幸いです。ありがとうございました。あ、マイクが入ってないようです。カエルさん。あ、失礼しました。はい、すいません。AWS 様ありがとうございました。最新情報ですね。リリースしたてほやほやの情報をですね、発表いただきまして、大変貴重な機会でございました。Twitter の方でもですね、大変盛り上がりがありまして、多くのコメントございましたので、元谷さん、忙しくなるかもしれませんが、ぜひ、見ていただけたらな、というふうに思います。で、今回ですね、少しちょっと時間をしている関係上ですね、ちょっと Q&A に関しましては、ちょっとカットさせていただければと思いますので、はい、ご登壇ですね。どうぞありがとうございました。ではですね、これから、ライトニングトークですね、3本お送りしたいと思ってございます。まずはですね、ライトニングトーク1本目で、政治メーカーでもオートマティック1111したいと題しまして、吉田さんの方からですね、ご登壇いただきます。吉田さん、ご準備いかがでしょうか。あ、ちょっと音声が入ってないようです。はい、準備できました。あ、はい、よろしくお願いいたします。すみません、はじめまして、AIML 支部、初めて来ました。冷やかしじゃないです。光栄です。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は僕はタイトルは政治メーカーでもオートマティック1111したいというタイトルで LT させていただこうと思います。はい。簡単な自己紹介します。AWS の関連ではサーバーレスヒーローをやっています。あと、ジョーズ UG は横浜とか、東京とかやっており、サーバーレスコミュニティとかもやってます。好きな AWS サービスはラムダと S3 です。好きなチェックポイントファイルはチルアトミックスです。よろしくお願いします。はい。で、まあ、先ほどからずっとあったように、AWS さんでも生成系 AI の発表、おめでとうございますというか、楽しみに、待っておりました。で、Bedrockの、中で使える、モデルの中で、スタビリティ AI 社のステーブルディフュージョンがありましたと。まあ、これを、使って画像生成を、便利に使っていくんですね、ということでした。で、政治メーカーのジャンプスタートでも、まあ、すでにステーブルディフュージョン 2.1 の、ベースは公開されていて、まあ、ファインチューンできますよということが書いて、いましたので、ちょっとやってはみました。やってはみましたけど、まあ、結局僕が欲しいものはこれじゃないということで、僕が欲しいのはこっちですと。ステーブルディフュージョン、ウェブ UI、まあ、非公式ですけど、これの UI が欲しいということで、皆さん、オートマティック1111してますでしょうか。僕も2月ぐらいからですね、まあ、なんか生成系 AI、ほんとやばいんだなと思って、いろいろ触っていて、まあ、特に、ステーブルディフュージョンウェブ UI は、いろいろ試行錯誤をしていたところでした。で、このオートマティック11、まあ、通称オートマティック1111ですね。まあ、実際、ステーブルディフュージョンの Web UI のデファクトですけど、このオートマティック1111ですけど、まあ、中身のモデルで言うと、ステーブルディフュージョン確かバージョン 1.5 だったはずです。ただし、チェックポイントファイルとして公開されているもので、対応しているものとしては、1.5 に対応してて、2.1 とかは対応していないものもあったりするので、まあ、まあ、自分が欲しい、人物画像みたいなのを生成するときには、まあ、このバージョンを使うっていうのが、まあ、良かったりするのかなと。で、スタビリティ AI 社が、エコシステムに若干不慣れなんで、
若干この Web UI 放置され気味なんですけど、まあ、深津さんがアドバイザリーに入ったので、ちょっと今後の発展にここら辺も期待したいなと思ってます。で、これ使い始めると何が起こるかっていうと、まあ、狙い通りのこう、プロンプティングをして、で、まあ、これでいいかなと思って大量出力をして、また仕分けをして、で、その仕分けたものから配列化してっていうのをやっていくと、だん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  GPU が欲しくなってきます。で、だんだんこう仕分けをするのがめんどくさくなってきて、もう一気に大量に配列化までバッチ化して処理したりすると、もう数時間返ってこなくなっちゃったりするので、まあ、本格的に GPU が欲しくなると。で、さらにこれに対して、コントロールネットをかましてバッチ処理をすると、もう本当に数日終わらないんじゃないかっていうぐらい処理が終わらない。ということで GPU が欲しい。だけど、手元には GPU がないと。実際 RTX40 系とかは、まあ、十何万から40万ぐらいで、まあ、ポッと買うにはやっぱ高いですよね。ということで、まあ、クラウドで、こういった、処理をやっていくのが、いいと思うんですけど、まあ、まあ、基本的なクラウドアプローチというか、基本的な、処理のアプローチとしては、まあ、環境のセットアップができて、M1 Max とかでも動くんだけど、できればクラウドで処理をしていきたいと。高速に処理をしていきたいと。で、手元の環境は手元の環境で、まあ、いろいろそのプロンプトをいじくったりとか、チェックポイントファイル、いろんな種類のかましてみたりとか、まあ、スケールとか、変えたり、もう、ポーズを変えたりとかっていうので、まあ、トライアンドエラーをしながら、まあ、大体プロンプトが安定、まあ、これでいこうかなっていうのができたら、まあ、クラウドで大量にバッチ処理したいというフェーズになってくるかなと思います。で、クラウドの選択肢は、まあ、いくつもきっとあると思うんですけど、まず第一に上がるのが、Google コラボだと思うんですね。で、正直、僕も、普段はこっちをいっぱい使っています。めちゃめちゃ楽だし、ナレッジも多いですし、まあ、無料版はすぐ使い果たすので、プラス契約をして使うといいと思います。で、今回は、AWS なので、政治メーカースタジオでやってみようと思って、こっちの方で動かしてみました。結論から言うと、まあ、動くは動くんですけど、いろいろ、気にしなきゃいけないところあるので、その話をしようと思ってます。で、ちなみに、政治メーカースタジオラボ、スタジオラボっていうのが、無料で、使える、バージョンとしてあるんですけど、そっちだと GPU のランタイムが、24時間のうち8時間しか使えないっていうことで、かつ、なんか、今ぐらいの時間帯、か、もうちょい遅い時間帯とか、なんか、GPU の割り当てに失敗しがちだったりして、GPU のランタイムがこう上がってこなかったりするので、上がってこないっていうか、まあ、割り当てられなかったりとかっていうのがあるので、まあ、政治メーカースタジオでちゃんと課金して、動かしてみました。で、ちょっと、LT なので、ちょっとデモまでは持ってきてないんですけど、基本、ベースとして、使えそうな、Jupyter ノートブックは、この URL にありました。もともと政治メーカースタジオラボ用にカスタマイズされた、オートマティック1111の、を使う、ノートブックみたいなんですけど、まあ、ただ、これ公開されてる時期が、まあ、ちょっと前なのかな。すでに無効な URL、まあ、チェックポイントファイル、ないものがあったり、どこですかね、ハギングフェイス上でも公開されてないものを取りに行こうとしてたりとかあるので、まあ、一旦上からざーっと舐めて、吉野に修正する必要があるかなと思います。で、さらに僕は初めて、これ、政治メーカーで動かそうとしてやったので、P3 とか G4 かな、インスタンスが立ち上がらないっていうのがあって、まあ、単純に上限緩和してなかっただけの話だったので、まあ、ここら辺、上限緩和しました。カーネルゲートウェイアップスっていうやつだけじゃなかった。もう一つ二つあったと思うんですけど、まあ、似たやつを、上限緩和申請すれば OK かなと思います。あと、インスタンスの種類じゃなくて、これはカーネルによってなんですけど、iPy ウィジェット
が入ってないものもあったりするので、まあこれ、入ってる前提の、あのノートブックだったんで、まあなければ、入れると、一行足すということをやる必要がありました。で、さらに4つ目として、ウェブサーバー部分なんですけど、政治メーカースタジオってデフォルトで、まあ外部にウェブ公開する前提になっていないので、まあコラボの方だとグラディオを使ってるんですけど、グラディオで立ち上げようとしたら、なんかエラーになったので、このノートブックに書いてあるのと同じように、エングロックに置き換えて、起動をしましたと。で、最後に5つ目なんですけど、これ政治メーカースタジオなので、まあ僕も真面目に使うの初めてだったのであれなんですけど、インスタンスの起動しっぱなしっていうのには、注意する必要があるかなと思いました。コラボの方は自動的に、その使ってなければセッションタイムアウトして、ランタイムが、シャットダウンされるんですけど、政治メーカースタジオはずっと、割り当てられたまんまになるので、ちょっと今回、週末上げっぱなしにしちゃってたなっていうのがあったので、まあこれは皆さん気をつけた方がいいと思います。で、あと二つ目、大きい課題として、大量に生成した画像の飛び回し課題っていうのが、クラウド上で使ってるとあるなと思います。まあ、デフォルトでは、政治メーカースタジオ上の、まあ、ディレクトリの中に、画像が大量にアウトプットされるんですけど、画面の特徴として、ステーブルディフュージョンウェブ UI、を使っていて、例えば100枚とかバッチで画像を出したりすると、もうほとんど画面上でのプレビューが機能しなくなるし、かつ、ZIP 化しても UI がリフレッシュしないので、いつまで経ってもダウンロード可能にならないということが、往々にして起きました。せっかく画像の生成は早いのに、それをこう、なんかこう、仕分けるために、こう、手元に持ってくるためにめちゃめちゃ時間がかかると。こういうことで、非常にストレス感じるんですが、まあ、結局、振り返ってみると、パラメータの検証自体はローカルでやってるんで、まあ、保存するか捨てるかの判断しかしないので、プレビューはもういらないかなと思ってます。まあ、自分がすぐ直接触れるストレージに画像が、収集されてればいいかなと。いうふうに考えました。ということで解決策として Google ドライブ使えないかなとか EFS や EBS 直接まあ触れないよな、まあ、これは政治メーカースタジオに、ついている EFS とか EBS ですけど、難しいよなっていうんで、S3 を、マウントして使ってみようかなとか、まあ、いろいろ考えてガチャガチャやってみました。結果として良かったのはまあ、結果として、こう、行き着いたところは、まあ、まず Google ドライブは、Google コラボモジュールがないため使えないので、S3 を使うしかないなと思ったんですけど、まあ、マウントした状態で書き出してエラーになったりしたら、もう、その GPU をぶん回して生成している時間がとてももったいないので、とても悲しいので、まあ、ちゃんと、ローカルに書き出した後に AWS S3 シンクして、まあ、サイバーダックと同期して手元に持ってくれば、まあ、一番ストレスないかなっていうふうには感じました。ということで、まあ、現状で僕が試した範囲では、ちょっと十分な UX を確保できる、マウント方法みたいなのはなかったんですけど、まあまあ、まず、まあ、S3 を使えば確率かなというふうにはなって、まあ、感じました。で、あとは、一個前でお話しした通り、できれば、インスタンスは自動でシャットダウンされるようなセッションタイムアウトの概念は、AWS さんに入れてほしいなって思いました。はい。ということで、まあ、オートマティック1111の話はここまでなんですけど、じゃあ、AWS のベッドロックを使って、まあ、今後どういうことができるのかっていうときにちょっと考えてみたんですけど、まあ、真面目な使い方としては、ステーブルディフュージョンウィズブレインアクティビティって、これちょっと前に論文発表されてましたけど、脳みその MRI から、
推定された映像と、あとは意味特徴、まあ、あの文章の部分ですよね。それを、使って、まあ、脳波を計測した脳波から、画像を再構成するというようなことが、できるということで、まあ、まあ、3番に書きましたけど、まあ、昔の出来事だったりとか画像が存在しないものに対して、まあ、こういったものを使って、ベッドロック経由のステーブルディフュージョンとか使って、行くことは可能かもしれないなっていうふうには感じたりしました。で、ちょっと結論戻りますけど、GPU ニーズは、クラウドで解決可能っていうのは、まあ、今回すごい感じました。セージメーカースタジオの、使ったのが G4 のインスタンスだったと思うんですけど、生成はもう鬼早かったです。で、M1 Max だと本当にコントロールネットをかまして、ポーズとかつけようとすると、1枚きれいに作るのに、本当に1時間ぐらいかかったりとかするんですけど、本当に一瞬で、多分10何秒で1枚とか出てきた感じだったんで、まあ、ものすごい、パワーを感じました。ただちょっと WebUI ニーズに関して、そもそも想定はされてないのかなっていうのをいろんな、ノートブック探し回って思いました。で、二つ目として、クラウド上のファイルの取り回しに S3 シンクは万能だなと、まあ、改めて感じました。ということで、昨日の不便は今日のイノベーションが明日の当たり前ということで、まあ、引き続き僕みたいに政治メーカーを使って、ステーブルディフュージョンウェブ UI を使いたいっていう人がもっともっと増えてくれると、もっと便利なノートブックが公開されていいんじゃないかなと思うんですけど、なんか、一緒にやりたい人がいたらお声掛けください。はい。で、AWS さんにお願いは、さっきお話した通り、セッションタイムアウトと、S3 をマウントするようなライブラリーが、あると嬉しいなって思いました。はい。で、ちょっと最後、時間過ぎちゃったんですけど、告知させてください。24日に、サーバーレスの、キャッシュサービスである Moment のユーザー会を、開始します。まだ席あるので、ぜひ参加してほしいです。そっちの方では僕は、チャット GPT とモメントを使って、まあ、スラックのボットですけど、会話を覚えさせるっていうような、まあ、そんなデモをやろうかなというふうに思ってます。で、あと、最近チャット GPT ミートアップっていうのも始めましたので、まあ、もしご興味あれば、ご参加ください。で、あと最後に、今年もサーバーレスデイズをやろうと思っています。9月に実施する予定ですので、まあ、まだ予定決まってないですけど、告知開始したらぜひ、皆さんご参加いただければと思います。ということで僕からは以上です。ありがとうございました。はい。吉田さん、ありがとうございました。冒頭に触れていただきましたが、先ほどの AWS 様のですね、発表にもありました通り、AWS で生成 AI に関する関心というのは非常に高くてですね、今回の、この勉強会の参加人数にも顕著にもう現れているなというふうに感じました。私も Amazon Bedrock ですね、使って何ができるのか早く触ってみたいなと思いますが、もうこればかりは待つしかないかなというふうに思います。今回もですね、大変臨場感あふれる内容でご登壇いただきまして、吉田さんのご登壇いつも大変楽しみに、いさせていただいています。ありがとうございます。はい。またぜひですね、AI ML 支部の方でご登壇いただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オーバーしなくてすいませんでした。はい、いえいえ、とんでもないです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございました。ではですね、続きまして、2本目のライトニングトークに移らせていただきたいと思います。AWS リコグニクションの使用例、オートバイの、画像判別と題しまして、井上さんの方からご登壇いただきます。ご準備状況いかがでしょうか。はい、大丈夫です。はい、よろしくお願いいたします。出ますね。はい、大丈夫です。はい、はい、お願いいたします。はい、Amazon レコグニションの使用例で、オートバイの画像判別という題目で、井上敏郎が、発表させていただきます。まあ、皆さんちょっと自己紹介されてたので、まあ、簡単に自己紹介します。ちょっとそういった、資料ちょっと準備してなかったので、まあ、口頭になるんですけども、株式会社インターファームで、まあ、システム開発の方を担当してます。で、まあ、AI
AI のエンジニア、そういった専任ではないんですけども、そういった、AI に精通していなくても、このレコグニションというサービスを使ってシステムに AI を導入しましたというお話になります。はい。で、こちらに示している、題目で、今回発表させていただきます。まずは、サービスの紹介ですね。AI、レコグニションを導入したサービスの紹介になります。価値 X というサービスになります。こちらなんですけども、画像によるオートバイの売却サービスになっております。で、株式会社インターファームが開発運用しております。で、このサービスの特徴なんですけども、ユーザーに対しては、売却したいオートバイの画像のアップロードと質問に回答するだけで、オートバイを売却することが可能となっています。ユーザーは、業者とのやり取りですね。特にオートバイの、業者さん結構、強気で、交渉されるとは思うんですけども、そういったやり取りは、カスタマーサクセス、弊社のカスタマーサクセスが交渉を行って、できるだけ、高額で売却を可能にすることができるというサービスです。で、こういった、バイクのサービスですね。車だとなんかあるみたいなんですけども、バイクで、画像を使った、バイクに特化したこういった売却のサービスではなかなかなくて、そういった珍しいということもあって、非常にユーザーを増やしております。で、売り上げもどんどん伸びてきておりまして、どんどんサービスが良くなっているというものになっています。で、こちらのサービスなんですけども、AI によって解決したい課題と対策について、は、こちらの資料にまとめてます。で、今、サービスの課題なんですけども、オートバイを売却したいというふうに、といった申し込みの、約 11% が売却成立まで、行かずに、離脱してました。でも、これ、今年の1月の時点なんですけども、こういった、数値となってました。でこちらの課題の詳細なんですけども、離脱しているユーザーの大半が、査定が難しい画像をアップロードしていたということになっています。どういったか画像が査定が難しいかといいますと、真ん中に載せている画像の、左側ですね。この画像だと、バイクがちょっと斜めになってるんですけども、こういった斜めのオートバイの画像だと、状態を、詳細な状態を確認できない箇所が出てくるので、取り直しを依頼しているという、ことをやっております。ユーザーにアップロードしてほしい画像としましては、この右側に載せているような真正面とか、真横の画像ですね。こちらの方が、より詳細確認できるので、こういった画像を上げてほしいという、ことになっております。カスタマーサクセスが画像を確認して、ユーザーに取り直しを依頼してるんですけども、ユーザーにとってみれば、こういったバイクの画像ですね。もちろん明るい場所で撮影してほしいので、日中の明るい時間帯に再度撮影する必要があるということがありますと。で、オートバイなので特にやっぱ重いので、結構ガレージとかにバイクを入れてる場合は、ちょっと出し入れが面倒ということもありまして、こういった取り直しを依頼したユーザーが、離脱しているということが現状になります。ですので、対策としては、ユーザーが画像をアップロードをしたタイミングで、その画像の良し悪しを、即座にフィードバックできれば、離脱を防ぐことができるんじゃないかということで、こちらの画像のフィードバックですね、こちらを AI でできないかというところで、検討が始まりました。で次に使用した AI サービスについての説明になります。でこちらですね、Amazon レコグニションカスタムラベル、というサービスを使用してしましたと。でこちらなんですけども、クラス分類の AutoML になります。クラス分類を自由にカスタマイズできるサービスとなっています。デフォルトで画像のそのラベルというのは自動で分類を、もうデフォルトでしてくれるようにはなってるんですけども、今回先ほど見せたようなオートバイの向きですね。真正面とか真横のオートバイの画像ですよっていうところまではさすがにやっぱり、
まあ、AWS さんでも準備はされてないので、まあ、そちらのクラス分類は準備しないといけないということなので、まあ、こちらのサービスを使用しました。で、特徴としては、まあ、画像のラベリングは画像をフォルダ分けするのみでできますというところです。で、まあ、学習画像さえあればすぐにAI モデルを作成できるという点が非常に簡単で、まあ、検証画にすぐ入ることができました。まあ、特に事業側ですね、サービスを開発 している側であれば、まあ、学習画像がまあかなりあったので、AI のモデルをすぐに作成することができるので、まあ、非常に簡単に AI を作ることができました。で、まあ、こちら、まあ、レコグニションなんですけども、まあ、先手の理由を下に書いてるんですけども、説明した、先ほど説明したサービスの、まあ、インフラをまあ AWS で構築していったので、まあ、同じ AWS 内のサービスであれば管理がしやすかったっていうところがまず一つ挙げられます。で、二つ目も、まあ、先ほど少し言いましたけども、まあ、オートバイの画像は、サービスを運用しておりますので、まあ、画像はもうある程度蓄積されていたってことなので、まあ、フォルダ分けするのみで、まあ、検証段階のモデルをすぐ作成できたっていう点が非常に大きかったです。で、まあ、検証段階の、検証段階なんですけども、まあ、一度、詳細なお話、まあ、サービスの詳細のお話を、まあ、営業の方からお話を聞いて、まず一旦モデルを使って、で、アドバイスを一度受けて、っていう流れが大体2週間ほどだったんですけども、その2週間の間で、まあ、精度が大体80から90% の AI モデルを作ることができました。まあ、これは非常にまあ短期間で、まあ、これくらいの精度の AI のモデルができたっていうところで、まあ、より画像を集めれば、まあ、さらに精度が上がるんじゃないかなということが感じることができたので、まあ、こちらのレコグニションを、まあ、採用しようということを決めました。はい。で、まあ、実際に作成したモデルの詳細をこちらの資料にまとめております。で、まあ、こちらの資料をまとめている内容が、まあ、今、本番環境で実際にレコグニションを動かしているんですけども、その、内容となってます。まあ、分類としては7つですね。まあ、オートバイの向きを判別するクラス分類のモデルを作ってます。オートバイの正面、後ろ面、左面、右面、あと斜めに向いているものと、あと上面ですね、上から撮っているものと、あとその他。まあ、その他っていうのは、下の画像で、見せてるんですけども、まあ、部品の画像も、まあ、ユーザーが上げてくる場合もあるんで、その分類をするような、クラス分類を準備してます。で、各分類に対して4000枚ほど学習画像を準備してます。まあ、合計でだいたい3万枚ぐらい、使ってます。で、得られた、まあ、こちら F1 のスコアを並べてるんですけども、まあ、こちらに示すような数値の性能のモデルを作ることができました。で、まあ、システム上、まあ、まあ、OK、NG と言ってるんですけども、OK 側はまあ取り直し不要ですね。サービス側がまあ上げてほしい画像を OK としてますと。で、NG が、まあ、取り直しをしてほしい画像ですね。で、OK 側の精度が大体、まあ、0.89 から0.96 ほどの精度が出てます。まあ、こちらの精度で、実際の実運用に耐えるようなモデルとなってます。で、実用している段階で特に大きな問題っていうのは出てません。まあ、こういった実運用に耐えるような、モデルを、まあ、これぐらいの学習枚数で、作ることができました。まあ、若干、学習画像の枚数が多いかもしれないんですけども、まあ、ちょっとバイクの種類、まあ、こちらの画像で見せてるような、すごいオーソドックスなバイクの、種類以外にも、まあ、スクーターだったりとか、まあ、ハーレーのような少し形が変わったような、まあ、オートバイもありますので、そういったいろんな種類の画像を、まあ、集めた結果、こちらに示しているので、まあ、各分類で4000枚ずつぐらい必要になったということになります。はい。で、次に、まあ、そのレコグニションを使用している場所ですね。まあ、使用方法について説明します。
レコグニションなんですけども、まあ、画像のアップロード画面で使ってます。で、こちらの下の、図で示してるんですけども、こちらがユーザーが画像をアップロードする画面になってます。で、こちらの画面で、まあ、各、まあ、場所ですね、前面の場所、後ろ面の場所、左面の場所、まあ、この場所にユーザーが、バイクの画像をアップするんですけども、まあ、例えば、この例だとして、これ前面の場所にこの右向きの画像をまあ上げてるというまあ例になるんですけども、まあ、やっぱ前面の場所にはその正面向いている画像をアップロードしてほしいということになります。なんですけども、まあ、この例だと間違えてるので、前面の場所に右面の画像をアップロードしているので、まあ、メッセージとしてはまあ正面からもう一度お取りくださいというふうなメッセージを出しているという例になります。まあ、こういったメッセージを出すことで、まあ、アップロードした画像に対して、まあ、すぐにその画像のフィードバックをユーザーに示しているというふうな、というふうに、使用してます。はい。で、レコグニションの導入による効果ですね。まあ、先ほどお見せしたように、まあ、ユーザーの、まあ、画像のアップロード画面にレコグニションを使ってます。で、この、まあ、2月から、本番適用してます。で、まあ、こちらの表には、その1月の段階の、離脱率ですね。まあ、一番最初に説明したんですけども、まあ、23年の1月だと、売却成立までいかずに離脱した割合っていうのが、まあ、11.36% あったっていうところが、まあ、レコグニションを導入して、かつ、その次の月ですね。次の年の離脱率が、7.25% だったので、まあ、4.11%、まあ、減少しましたというふうな効果を得ることができました。まあ、改善率としては、まあ、36% ですね。まあ、離脱するユーザーの、まあ、36% を減らすことができたという結果を得ることができました。まあ、ちょっと月前の、その、なんていうんですかね、まあ、月ごとの申し込み数がまあ大きく変わらないため、まずは月前の結果を比較したってとこなんですけども、まあ、もう少し、まあ、正確に効果確認する必要があるということで、まあ、AB テストも、まあ、今、社内でも検討してます。まあ、そちらは、検討方法など、今、検討している段階となってます。はい。でまとめと、まあ、今後の課題なんですけども、まあ、オートバイの向きを判別する、判別にその Amazon のまあレコグニションを使用しましたというところです。で学習画像はまあ約 3万枚、まあ、使用すると F1 スコアで約 0.9 の分類モデルを作成できました。その作成した AI モデルを使用してユーザーに即座に画像のフィードバックを行うことで、まあ、離脱しているユーザーの 36% 減少することができましたという結果を得ることができました。で、まあ、課題としては、まあ、向きが間違ってるっていうこと以外にも、そのオートバイが見切れてたりする画像も、まあ、取り直しを依頼したいと考えてますので、その見切れてるかどうかっていう判断も行いたいと思ってます。あと、まあ、暗かったりボケてたりですね。まあ、こちらの画像も、判別できないかどうかっていうのは検討中であります。まあ、引き続き、まあ、レコグニションで、学習できるかっていうところと、政治メーカーを使って、AI のモデルを構築して、判別できるかっていうところも含めて、検討中となってます。はい。非常に、まあ、簡単ですけども、発表の方は以上となります。はい、井上さんありがとうございました。Amazon リコグニションをですね用いた実例として実際に数値的なスコアなどもご紹介いただきましたので非常に分かりやすい内容でした。今後の課題にも掲げられておりましたが精度向上という観点でやはり見切れた画像とかですね暗めの画像ボケている画像の判別っていうのはやっぱり難しいんだなっていうふうにちょっと感じましたので効果的な工夫などですね、もしお分かりになられましたら、知りたいという方非常に多いと思いますので、ぜひまたご紹介いただけたらなというふうに思います。
はい。お忙しい中、ご登壇いただきましてありがとうございました。ぜひですね、また AI、ML 支部でもご登壇いただきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。はい。はい、井上さんのご登壇でした。ありがとうございました。はい。はい。それではですね、最後のライトニングトークでございますが、少しちょっと時間をしておりますので、少し巻いてまいりたいと思います。はい。私の方からですね、最後に初学者向けのコンテンツとなりますが、Amazon Lex ですね、用いましたチャットボットの構築と題しまして、ご紹介したいと思います。はい。ちょっと自己紹介を割愛させていただきまして、本日の流れとしてはこちらの流れに従ってですね、ご紹介したいと思います。はい。まずはチャットボットについてというところです。チャットボットとはですね、何でしょうかというお話ですが、読んで字のごとくですね、チャットとロボットを組み合わせた用語となっております。近年ですね、多くの業種で様々なサービスと組み合わせて利活用されております。一部ですね、こちらのスライドへ代表的な市場拡大の背景をですね、掲載しておりますけれども、チャットボット市場というところはですね、急激に成長を続けているという状況でございます。はい。で、Amazon Lex についてですね、簡単にサービス概要についてご紹介です。はい。Amazon Lex とは、音声やテキストを使用して、対話型インターフェースをですね、構築するサービスとなっております。で、Amazon Lex を使うとですね、音声からテキストへ変換する自動音声認識であったりとか、あとはテキストをですね、認識する自然言語理解などのですね、ディープラーニング技術を活用して、音声やテキストを使用したチャットボットをですね、簡単に構築することができるといったサービスになっております。はい。で、今回ですね、ちょっと簡単なコンテンツをご準備しておりますが、クラウドコンタクトセンターのサービスであるですね、Amazon Connect と Amazon Lex を組み合わせてですね、自動応答をやってみましたので、ご紹介したいなと思います。はい。で、今回ですね、実装するシステム構成となります。はい。で、Amazon Connect からですね、Amazon Lex の、ボットを呼び出して自動応答するという仕組みを、実装します。で、今回の実装にあたっては、Amazon Lex でですね、標準で準備されている、テンプレートをですね、用いまして、ユースケースとして、自動車保険の会話体験をですね、まずは簡単に構築をしてみたいと思います。で、時間の兼ね合い上ですね、すべての細かな手順というところは、この場では割愛させていただきますが、後続のスライドで、ポイントになる部分をですね、一部抜粋しながら、進めさせていただければと思っております。はい。今回ですね、行いましたハンズオンの、大まかな流れとなります。3ステップございまして、まずは Amazon Connect インスタンスをですね、設定します。で、Amazon Lex のテンプレートを用いまして、動作環境をデプロイして、最後に Amazon Connect のチャットから Amazon Lex のチャットボットを呼び出して自動応答するという流れを体験いただきたいと思います。で、今回の目的として、Amazon Lex のですね、構成要素の理解であったりとか、まずは動かしてみてどういう動作になるのかというところを体験するというところを目的としておりますので、テンプレートをそのまま使っている兼ね合い上、ちょっと英語表記のままとなっておりますが、ご容赦ください。もちろん使用する言語をですね、日本語を追加設定すると、日本語でのやり取りはですね、可能となってございますので、可能となっております。はい。で、それでは次のスライド以降ですね、まずはステップ1の Amazon Connect のインスタンスを設定してまいりたいと思います。はい。で、このスライドと次のスライドでですね、ステップ1の Amazon Connect インスタンスの設定であったりとか、あと次のスライドでは電話番号の取得を行います。はい。で、このスライドはですね、Amazon Connect インスタンスの設定といったところです。で、画面左側の画像をですね、Amazon Connect のトップページから、左側のですね、インスタンスを追加すると赤枠で囲っておりますけども、こちらをですね、クリックすると、インスタンスの追加のウィザードが流れます。で、右側の赤枠でですね、囲っておりますが、4ステップと確認の合計5ステップでですね、
Amazon Connect のインスタンスが簡単に追加設定できるといったものになります。で次にですね、このスライドでは、Amazon Connect インスタンスを設定した後に、電話番号を取得するといったところの手順になっております。でこの画面ですね、Amazon Connect のダッシュボードから電話番号を取得といったところですが、画面右側ですね、電話番号を取得するリージョンをですね、選択をするといったものになります。で今回ですね、東京リージョンで電話番号を取得する際はですね、いくつか制約ございますので、注意が必要ですが、詳細は Amazon Connect のドキュメントなどをですね、ご参照いただければと思います。でここまででですね、ステップ1の Amazon Connect インスタンスの設定、電話番号の取得といったところが、できるようになりましたというところです。ここまでが、Amazon Connect の下準備となります。はい。で次にですね、ここからが Amazon Lex のですね、環境構築になります。で今回ですね、Bot テンプレート、Amazon Lex で準備されたテンプレートを使って、チャットボットを動かすための環境をですね、準備したいと思います。はい。で、このスライドから少し長いですが、5スライドにまたがりまして、Amazon Lex のテンプレートをですね、展開してまいりたいと思います。で、まずはこのスライドではですね、Amazon Lex のテンプレートについて簡単にご紹介したいと思います。で、画面左側ですが、Amazon Lex のトップメニューのですね、左メニューに、bot テンプレートと、少し見づらいですが、赤枠で囲っている部分ですね。で、こちらをクリックいただくと、テンプレートが、いくつか準備されています。で、このテンプレートですね、例えば、口座残高の確認、各種問い合わせ、予約などをですね、業界固有のユースケースの実例に基づいて、テンプレートが、提供されているといったものです。従いまして、まず初めて、Amazon Lex をですね、動かしてみたいと、お試しで動かしたい場合というところはですね、このテンプレートを利用するといったところが、まずはおすすめだなと感じています。で、今回ですね、このオートインシュアランスと赤枠で囲っておりますが、自動車保険に関するですね、テンプレートを用いて、環境構築を進めていきます。でこの、自動車保険に関するテンプレートをですね、選択すると、このような、画面ができます。で、このテンプレートのですね、右側ですが、作成ボタンをですね、もう押すと、環境が準備されるといったものになります。で、ですね、はい、失礼しました。で、早速ですね、この、作成ボタンを押して、テンプレートに即したですね、クラウドフォーメーションのスタックの生成といったところに進んでまいりたいと思います。はい。でですね、こちらが、先ほどのテンプレートからですね、起動されたクラウドフォーメーションスタックの生成画面となっておりまして、でこちらのようにですね、もう必要な環境というところは一通り埋め込まれていてといったものになります。で、一つだけ、今回のポイントございまして、今回ですね、Amazon Connect と連動して、チャットボットを返すという環境を実装しようとしておりますので、この赤枠で囲ったですね、部分に、先ほど作成しました Amazon Connect のですね、インスタンスを指定してあげるといったところが一つポイントとしてございます。で、こちらのですね、スタックの作成といったところを、クリックしますと、クラウドフォーメーションから、環境が生成されるといったものになります。はい。でですね、こちらがですね、左から右に画面が流れてまいりますが、クラウドフォーメーションスタックからですね、環境が展開されていきます。で、画面の真ん中がですね、Amazon Connect のダッシュボードの画面の一例となりますが、問い合わせのフローですね、オートインシュアランスといったところですね、が、今回、生成されているといったところがわかると思います。はい。でですね、画面の右側になりますけども、ご参考までですが、Amazon Connect のですね、画面の一例で、問い合わせフローといったところが展開されます。実際にコールと受付した後ですね、
こういった Amazon コネクトの中で、どういった処理をさせたいのかといったところをですね、フロート表記で結んでいくといったものです。で、今回はですね、この中のフローの一つから、Amazon Lex のですね、チャットボットが呼び出されてといったところが設定されているという状況です。はい。はい。で、こちらのスライドではですね、クラウドフォーメーションスタックから先ほどは Amazon コネクトのですね、画面の方をご紹介いたしましたが、今回はですね、Amazon Lex の部分がどう構築されているかというご紹介になります。で、テンプレートであるオートインシュアランスボットといったところがですね、画面左側の赤くですね、ちょっと小さいですが赤くで囲っている部分で、ボットが生成されているという部分になります。で、Amazon Lex の中のですね、生成された一つのチャットボットのですね、テストチャットを実行した部分が画面の右側、赤枠で囲った部分になっておりまして、で、Lex の単体でチャットボットテストをですね、実行して動作イメージはこちらです。で、まずはじめにちょっと英語表記ですが、ユーザーが発話した薄い水色の内容に対して、ボットが応答して、会話のやり取りが進んでいるといったところがご覧いただけるかと思います。はい。で、このですね、チャットボットのやり取りを Amazon Connect のテストチャットの方から動かすとどうかといったところを次にご紹介したいと思います。はい。はい、で、最終ステップになりますが、ステップ1で生成いたしました Amazon Connect、ステップ2で生成しました Amazon Lex の環境を組み合わせてですね、自動とした動作イメージ。今回はテストチャットの画面イメージのみとなっておりますが、ご紹介したいと思います。はい。でですね、Amazon Connect のですね、チャットを開きますと、画面左から右に推移してまいりますが、先ほど Amazon Connect のフローをですね、ご紹介いたしましたが、順にこのフローが遷移されまして、Amazon Lex のですね、チャットボットが呼び出されます。この、ちょっとすいません、画面が小さいんですが、チャットボットの中のですね、画面中央のボットと書かれた部分がですね、Amazon Lex のボットが呼び出されて、実際にこの赤枠で囲っているところをですね、入力するとボットが応答してやり取りがなされていくといったような流れとなっております。で、少しわかりづらいですが、今回ですね、自動車保険に関する、見積もりの取得はどうですかっていったところであったりとか、あとは、生年月日がいつですかとか、こういったですね、会話体験をですね、Amazon Lex の標準テンプレートから体験するといったところができるようになっています。はい。はい。最後にですね、今回、まず試しに動かしてみるといった際のですね、感想や気づきについて、共有させていただければと思います。はい。まずは、いろいろ動かしてみて考えた内容や課題性だなと感じた内容というのはですね、いろいろございましたが、大きく2点ですね、代表的なものをまとめてみました。で、まず1点目ですが、Amazon Lex ですね、様々なサービスとの組み合わせによる、相乗効果が期待大というふうに感じております。で、今回のですね、チュートリアルでは、Amazon Connect からですね、Amazon Lex が呼び出されて、で、そこからですね、DynamoDB やラムダ、ケンドラーと組み合わせをして動かしてみましたが、その他のですね、AWS や ML サービスと組み合わせることで、生産性や顧客満足度、また顧客接点の向上などをですね、相乗効果をかなり期待できるなというふうに感じております。で、今回のようなチュートリアルのですね、コールセンターの自動応答というところにフォーカスしますと、冒頭のスライドで、チャットボット市場が拡大しているというような背景の一因でもありますが、今後見据えてくるですね、労働人口の減少であったりとか、あとは人件費の高騰とかですね、あとは今求められている労働生産性の向上であったりとか、まあ、新たな価値の創生であったりといったところにですね、十分に寄与できるものになってくるんではないかなというふうに考えております。で、2点目ですが、とは言いつつというところですね、業務で利活用できる水準に持っていくためにはと
というところですが、やはりそれぞれのサービスの仕様であったりとか、あとはですね、どう業務で活用するのか、どう業務で活用したいのかというところですね、業務知識と目的、目標というところですね、より明確に理解する必要があるという点です。で、一般的に言われているチャットボットのデメリットとしてですね、意図する回答を得にくいであったりとか、あと自然な会話ですね、複雑な内容に対する適切な回答を実装するといったところにはですね、もちろんどのサービスも該当することなんですけども、その製品仕様ですね、スキルであったりとか、あとはですね、何よりもまずトライアンドエラーでやってみるというところがですね、必要ではないかなというふうに感じています。で、やはり精度を上げるためにはですね、様々な試行錯誤であったりとか、あとはですね、多くの AWS や AI メールサービス出ておりますので、そのサービスの性質を見極めて組み合わせることでですね、十分にこれらは解消できるかと思っております。なので、まずは気軽にできるところからやってみて、いろいろ試行錯誤しながらですね、精度を上げていくというところがですね、重要ではないかなというふうに感じております。はい。ではですね、クロージングとなります。今回のですね、参考文献に関しましては、ボッツのですね、テンプレートに関する、記事であったりとか、あとは Amazon Connect のですね、チュートリアルを、参考にご紹介させていただきました。はい、お時間超過してしまいましたが、最後までご清聴いただきましてありがとうございました。以上になります。はい。ではですね、すいません。最後にですね、お時間を超過してございますので、クロージングにこのまま移らせていただければと思います。ちょっと画面を切り替えます。はい、画面切り替わりましたでしょうか。はい、変わってます。あ、はい、ありがとうございます。それではですね、クロージングに参りたいと思います。本日ですね、この勉強会ご登壇いただきました、AWS 宇都宮さんと小屋さん、本橋さんと、AWS ヒーローの吉田さん、ご登壇いただきました井上さんですね、本日までご登壇のご準備、本日のお時間をいただきまして誠にありがとうございました。大変貴重なお話を伺うことができてですね、学びの機会をいただくことができました。ありがとうございました。で、勉強会の最後にですね、参加者の皆様に、改めてのお願いでございます。アンケートへご協力をお願いいたします。本日の勉強会に対する率直なご感想ご意見をですね、気兼ねなくいただきたいと考えております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい。で、アウトプットに関しましては、本日もですね、ツイッター等で大変盛り上げていただきましてありがとうございました。アウトプットは最も効果的な勉強の一つと、考えておりまして、本日の勉強会の気づきや学びをですね、こういった形でシェアいただけることで、共通の財産にもなります。今後ともハッシュタグをつけていただきまして、積極的に情報発信ですね、どうぞよろしくお願いいたします。はい。で、AI ML 支部では、運営メンバーや、勉強会の登壇者の方々をですね、随時募集しております。AI ML サービスに、ご興味がある方はですね、ぜひご連絡をお待ちしております。はい。で、次回はですね、7月に、AI ML 支部のですね、勉強会を予定しておりますので、また次回もですね、ぜひご参加いただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。深井さん、LT の間で、はい、一つだけね、質問が来ているんです、はい。井上さんに質問が来ていて。はい、すみません。ちょうど今、はい。ました。まとめてました。はい。こちらの質問。これは どうしたらよろしいですか、はい、今います。説明すればいいか。どうぞ、今もしお答えできるんであれば。はい。そうですね。ちょっとまあ、発表が10分だったってこともあって、まあ、説明しきれない箇所ではあったんですけども、そうですね。まあ、
これ質問だと、斜めと前の、斜めと前の間ぐらいの写真の場合は確率が50、50になるじゃないですかって質問なんですけども、うん、実際の学習だと、正面の基準と斜めの基準っていうのがちゃんと設けてあって、だから正面の基準としては、正面に対してプラマイ30度の角度の画像を集めて学習させています。で、斜めは30度から60度の範囲の画像を集めて学習させているので、まあ、ちょうど真ん中の角度の画像が来た場合は斜めっていうふうに判断するように学習させてます。なので、ご質問の、斜めと前っていう画像にも、まあ、ちゃんと基準の角度を設けて画像を集めて学習させてるっていう回答にはなります。はい。あ、深井さんどうぞ進めてください。はい、ありがとうございます。難しいですよね。やっぱり画像判別のところの、やはり境界値はどうするのかとか、どう判別させるのかというところがもう本当に工夫の肝だなというふうに思いましたので、はい、ありがとうございました。すいません、ちょっと質問見落としておりました。はい。で、最後になりますが、本日の勉強会ですね、冒頭宇都宮さんの部分のみですね、録画公開できませんが、週明けにですね、YouTube で本日の内容につきましては、一般公開されますので、こちらもぜひですね、ご視聴いただければと考えております。はい。で、本日の勉強会の中でですね、しあさってとなりますが、4月の20日木曜日から4月の21日金曜日にかけて、日本最大の AWS を学ぶイベントである AWS サミット東京が幕張メッセで、開催されます。見て触れて学んで楽しむ2日間となっておりますので、ふるってこちらもご参加いただきたいなと、考えてございます。はい、こちらもどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日の勉強会は以上とさせていただきたいと思います。最後までご参加いただきましてありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。I'm so happy.